今,日さん今回命にしましょうか命命命は金より重いみたいなねそういや今あのそうなんかウクライナでそのな,なんかね都市であの大量虐殺があったみたいな感じで死体がボンボンあってねでそういう映像があったんですけどでロシアはこれは作られた映像だみたいななんか言ってるみたいなんですけどあのー まあそれが作られたか作られてないかはか僕は分かんないんで現地行ってないんでね自分で見たわけじゃないですから映像を見てみるしかないんですけどまあ少なくてもまあ誰かは死んでるでしょうね、まあ、その映像が本当かどうかはど置いといて、まあ、死んでるでしょう間違いなくあんだけミサイル撃って誰も死んでませんありえないでしょうそもそものとして <laughs> うんだからロシア兵がそのなんか この市民をね、こう、巻いてね、こう、撃ったみたいな話もあるんですけど、まあ、わかんないです。だけど、まあ、死んでます。だまあ、何が言いたいかっていうと、まあ、死ぬんですよ。僕たちの命っていうのは、殺されようが、交通事故、今日もね、どっかで交通事故で亡くなってる人いると思うんですけど、多分いますよね、探せば。今日交通事故で亡くなった人いると思いますよ。うん、深夜、もう深夜、どっかで事故ってね。 だからまあ、交通事故で死ぬのか、病で死ぬのか、戦争で殺されるのか、ミサイルで死ぬのか、地震で亡くなるのか、自然災害で死ぬのか、まあ分かんないですけど、とりあえず死にます。寿命で死ぬ場合もあるし、ね、と病気で死ぬ場合もあるし、とにかく死は確定してるんですよね。だから、あのー、生きてる間にやりたいことやるしかないんですよ、道は。死んでやりたいことできないですよ。 まあもちろん依頼はできますよ。久保さんがその死んだ後、その墓をライブする。それは久保さんはできないです。誰かに依頼しないと。久保さんは押せないですよね。墓から久保さんの手が出てきてね、指ボタンを押せんのかって言ったら押せないですよね。さすがに。さすがに久保哲郎もさすがに墓から手が伸びてきてね、ね映画かと。<laughs> ね、<laughs> それは無理なんで、誰かが押さないといけないですよね。やるんだったら。だからできないんですよ。 墓に埋まったらもう,もうできないですよ。ライブボタン、ボタンのレックボタンすら押せないですよ。うん、歩けないし、見えないし。うん、まあ死後の世界は分かんないですけど、丹波哲郎さんの昔死後の世界みたいな映画あったんですけど、好きだったんですけどね、丹波哲郎さんの。まあ、死後の世界は死後に行ってみないと分かんないんでださ、前も言ったけども、10年やった後のその先っていうのは10年やった人しか分かんないですよ。 でこれだけの動画本数やった人しかわかんない世界があって死後もしないんでわかんないしだやってみないとわかんないんですよね死んでみないとわかんないしだけど死んでみないとわかんないことに関してはあのー、死んだら何もできないんでわかったとしてもね <laughs> まあどうなんですかねまた、あ、生まれ変わるのかわかんないですけど、まあ、どっちでも生まれ変わるのが生まれ変わらない天になんとか転生あってないのかわかんないけども 結局今が事実であり、今がリアルなんで、今日何やったのか、どう生きるのか、どんなものを買ったのか、どういういところに住んだのか、どういういところに旅行行ったのか、何食ったのか、それが全てのリアルであって、それを命ある中でこうやっていくしかないんですよね。別に何もやらないという選択もありますけどね。でも僕は何かやりたいですね。せっかくあるんだから。 何もない世界だったら何もないので仕方ないですけど、車もあるし、飛行機もあるし、新幹線もあるし、フェリーもあるし、パソコンもあるし、iPhone もあるし、いろいろあるんですよ。だからあるものを使えるわけじゃないですか、あるんだから。でもお金がないと買えないですけど、お金があれば手に入るんで、あるから手に入れるっていうね。ないものは手に入れられないですよね。例えば、昔は iPhone とかパソコンとかなかった、もう、石器時代とかですか あの動物はいましたよね。で、飯食いたいと。で、狩りに行くみたいなね。そう。あでも、その動物がいなかったら、狩れないですよね。うん。肉食えないですよ。魚、あの海に魚がいなかったらね、魚取れないですよ。でも、魚があるから、魚取れるんですよ。でも、魚がなくなったら取れないですよ。これ結構ね、大事なことなんですけどね。あるから、買える。あるから、取れる。あるから、食えるんですよ。なかったら食えないし、なかったら、 取取れれななないいいいいしあるんだから、あのー、なんだかからばいいんじゃないかなと思いますただうん、あのー、自然のものに関しては、まあ、これも限界値がありますよね。多分まあ石油も1億年持つかっていうと、1億年は石油持たないとは思うんですね。まあ、生きてないと思いますけど。<laughs> どうですかね、久保さん、1億年とか1光年、ね、掘り続けてずっと石油出てきますかね。どうなんだろうな。 ちょっとわかんないですよね。そこもその1億5、1億年後に,になってみないと <laughs>。だけどまあ限界はあると思います。さすがに。限界は。うん。地球の資源にも限界があるし。うん。ただそれはね、取りすぎは良くない部分もありますけどね。バランスですよね。うん、ん。お金も使いすぎも良くないし。だからそのバランス感覚ですよね。まあそれも大事かなと思いますね。だから食べすぎ。食べすぎて、食べ、 食べすぎるのにお金使って、今度食べすぎたから太る。じゃあ、痩せるのにライズアップ行ってね、えーライいや。ライズアップにも金払うみたいな。食うのにも金払ってる、痩せるのにも金払うみたいなね。結構金かみたいなね。<laughs> バランスよくあのちゃんと取っていけばいいんじゃないですか。でも、そのお金がなかったらバランスも取れない方がいいですからね。うんだからバランス感覚、僕は天秤座なんですけど、天秤っていうのは片方重いとまあ下がって上がるんですよ。でも 同じ一定の量だったら、天秤はイコールのままなんですよね。だから、うん、人生は天秤であると。常にこう言ったり買ったりするんですよ。感情も天秤のごとく動くし、世の中の流れもこう,いう動くし。だけど、それを、まあ、お金も最低限稼いで、自分の精神もコント、お金もコントロール、精神もコントロール、心もコントロール、思考もコントロールして、これをある一定にすることによって、まあいい感じになるんじゃないかなと僕は思ってますけどね。うん、いってらっしゃい。